港さん、動くな。どうして。よく見ろ。今動けば誰も助けられん。同心、同心も、やめよ、そのような舞台が。さて、今何か申されましたかな、殿下。何？あいにくとそれがし、今は舞の最中でござる。芸人は親の死に目と聞いても舞台を去ってはならぬが起きて、ご用事はこれが終わった後で受けたまわるゆえ、今はどうかお許しあれい。たわけ、それをやめようと申しているのだ。さてさて、風雅を下さぬ困った若殿じゃ。どうしてもとあらば、誰ぞに命じてみてはいかがでござる。なんだと。この古学坊遊佐の同心入道をあの舞台より引きずり下ろせとご家来衆に命じられよ。行け。何をしておる。世の命令が聞けぬか。同心坊を止めよ。そうなったら、我ら奉公衆は殿下を守護し奉るが務め。古賀中将様に立てつくはかなわぬ主義にございます。誰でもよい、同心を止めよ。誰ぞ、同心を止めよ。なぜ誰も答えぬ。誰か、誰か。見苦しいわい、小っ端が。なぜ誰も己の命令を聞かぬか決まっておる。そんなこともわからんのは己だけだわ。飾り神輿が急に喋り出したところで誰がそれに従おうか鬱陶しいと思うだけよ。神輿なら神輿らしく黙って鎮座しておれ。担いでやっているこちらの邪魔にならぬようにの。偉そうな口は。誰も頼まず己の手で同心坊めを引き捕らえられる力が身についてからにせ。かっ、いらぬ邪魔が入ったわ。待たせたのを桜子殿、改めて参るぞ。いや、何をする。舞には花がなくてはのう。姫は良い花をお持ちの様子、一つ皆に見せてたもれ。話して、話せてろ。良き声なり、良き声なり。おお、そのように恥ずかしがるでない。非してこそ花。されどそれを許さぬが人の業。散らしてでも引き出してくれよ。ほほよい、一糸まとわぬ素裸に荒政党の花。花にやむなし、代わりの花をいただく。やめろ、このほれ、嫁やーがん。どちらもしかし、一つこのぼっん、手ごわか。さては姫。わしもき
ろう。鮮やかな赤が白地に。必須。ほう、ならばこちらも合わせようか。姫の口から岡部は語られぬ。さあさあ、うん、岡部の姫よ。けどいか、ねべん、いかに、きちか、いかにも。たまらぬ。た、うっかり成仏してしまいそうじゃわ。この鬼滅は現世限りの。そら父と兄によく見てもらえ。仇に小種を注ぐ。おお、焦らずとも、そちらもなか。お待ちしておりました。遅れましたか。時間通りです。ところで獲物は。こちらに。失礼を。こんな近くにいたとは気づかず。潜伏させておいたので。こちらこそ失礼。不意に見せるべきではありませんでした。では参りましょう。私の次に綾音様、港様は最後尾をお願いします。心得ました。どうする気だ。あんたが手引きしてくれるとは聞いてるけど。奥女中が用いる裏口から本丸へ入ります。本来なら夜間は錠が下ろされているのですが、今夜は開いたままになるよう手を打っておきました。中に入ってしまえばあとは難しくありません。そうかよ。港さん、そこはいつ。潜入行動から襲撃行動に移る直前だ。まだ早い。走行した瞬間、少なくとも本丸の警備任務についている武者は前期がこちらの存在に気づき殺到してくるだろう。ギリギリの木を狙う必要がある。了解です。この作戦は迅速さが命。目的を十分に達したと判断したらすぐに撤退してください。周辺空域を封鎖されてしまえば終わりです。
何としてでもその前に場外へ脱出を。承知しております。あんたはどうする？国氏様を狙った襲撃が行われ、同時に万所の新人が姿を消したとなれば事態は明白。その新人を紹介した私も追及は免れませんから、あなた方の案内が済みましたらその足で脱出します。ご心配なく。別に心配はしてねえ。てめえの面倒まで見るのはごめんだって思っただけだ、六原。おや、そうですか。村元、周囲状況は？異常なし。平穏無事ってわけではないけれどね。もちろん警備体制はいつも通り厳重よ。まあ、内部に詳しい人間の手引きがあるならかいくぐれるでしょう。そこのカミキリムシが足を引っ張らなければだけど。好きに言え、クモが。船のような無道の輩と違い、闇に潜むを増えてとするは我にとって何の恥でもない。あら、そう。性能の欠陥に恥辱を覚えないなんて、それでも剣？さすが天下一名物ともなると器が違うのね。この辺りが限界ですね。ここから先は警備に隙間がなくなります。やり過ごすのは難しいでしょう。わかりました。この先の道順は？突き当たりの階段をこの2つ上の階まで登ってください。最上階ではありませんからご注意を。そこからまっすぐに廊下を行き、三つ目の枝道で曲がり、進んだ先が目的の場所です。微妙に遠い。おい、見て、その部屋はここから見てどっちだ？方角ですか？多分ほぼ真上になるかと思います。港さん、突き破りましょう。その手があったか。本気ですか？最も合理的です。最短距離であり、かつ派手な騒ぎを起こすという方針にも沿う。はあ、決められたのなら止めはしませんが。あとは我々の領分。あなたはどうぞお戻りください。わかりました。じゃあ行きましょう、港さん。ここで走行して構いませんね。港さん、おい、いつまで突っ立ってんだあんた。さっさと逃げ。一緒、廊下へ戻れ。ステルスというものが大英連邦の独占物であると、全く前例のない新技術であると信じていたのですか？こんな誰でも欲しがりそうな技術が。とんでもありません。我々は古くから、とてもとても古くから、同じ武者の感覚さえ幻惑する力を追求してきましたとも。この醜い姿を優しい闇に隠すために、あなたたちに優しい死を与えるために。この男、
無論それが大英連邦の現技術ほどの水準にあったとは申しませんが、動きを抑えれば剣の熱源探査すら騙し仰せる、その程度には達しています。そういえばガッサンカジの一派がさような隠遁の技を極めていると死に伺ったことがあった。先に言いなさいよ、ノーナシ。人のことは言えんぞ、俺たちも。忘れておった。我には興味のないことなのでな。先刻もそう言うたであろうが。忘れました、興味ないから。しかし驚いたの。いや、あるいは核もあらんと思えばこそ上腕の手まで煩わせて布陣を整えたのだが、まさか本当に剣を持つものであろうとは。坊主、古賀久保。なぜと尋ねた方がよろしいか。聞いてくれるとこちらは格好がつくの。なぜ。お主らは隠密などに向いておらんということよ。なんとも耳に痛い限り。まあ、お主らを責めるのは酷かな。お主らを動かした者の問題が大であろう。雷鳥殿にも困ったものじゃて。今動くというのはあまりに正直すぎよう。計りごとには向かぬ御仁じゃ。お主らの裏を読めれば何をするか読むのも安い。まあ、国氏殿下を狙うのが妥当よな。殿下を襲われ傷一つでも負わされたが最後、幕閣にわしの立場はのうなる。昨夜のような説教なら四宿殿もうるさく言うまいが、ことがそうなってはな。では殿下が狙われるとしていつ来るか。そいつはやはり皆の気が抜けている折、大きな催しのあった直後ではないかな。とまあこんなところよ。いや、偉そうに語った後でなんだが、あまり大した種明かしではなかったの。ダメだこれは。しかし分からんこともある。不思議そうな顔を作らずともよいぞ。何が分からんのかは承知であろう。お主らはどこの者じゃ。立場上答えられる質問ではない。しかしたった今あなた自らが推測を語られたようだが。お弓久保の手かと申すか。答えられる立場にない。違うの。お弓の与力にお主らのようなものはおらん。その二両の剣にも見覚えはない。それ以上に六腹に神戸を垂れるような玉ではなかろ。主らは いかに。答えられる立場にない。であろうの。ならばさて、答えられる立場にしてやらねばならぬが。攻め取りを受ける旅衆というものはいかなる秘密も口にしてよいことになっております、古賀中将様。おお、さようであったか。村政。何。この付近で最も強力な磁場の在りかを探れ。了解。過分にして知らなんだわ。悪くない。特にそちらの娘子は良いの。秘密の聞き出しがいがある。
ドブみたいな目で見るんじゃねえよ、豚坊主が。それがたまらん、それがたまらん。横島な者への憤り、正しき憎悪というやつは実に良い、実に美しく、実にうまい。昨夕もしこたま味わったばかりであるが、全く飽きるということはないの。姫様のことか。それよそれ、その怒り、やれ惜しいことよな。その怒りに任せて舞台で襲ってきてくれておれば、ことはもっと早かったんだがの。あれも罠かよ。いちいちやることがねちっこいな、てめえは。いやいや、一石二鳥を狙ってみたまでのこと。お主らがおらんでもあれはやっておった。やらずにおこうかい、あんな面白きことの。ミド、見つけたけど。そこまで糸を打ち飛ばせるか。ええ、よし、やれ。破壊するの？いや、その時期を回せ。了解。ローズ、てめえだけは。一条。え？いいか、走行して脱出しろ。は？うん。発電機を暴走させたのだ、お前が。発電機？行く。鬼に応手は鬼を斬る、仏に応手は仏を斬る。剣の断り、ここにあり。できる。
彼の。から馬屋氏の者ら、こんな狭い場所で翼を扱えるのか。器用な連中ではあるわね。なかなか抜け目のない。この状況でそれだけ基地が働くとは、私の配下に欲しいほどです。